Spinner。 おはようございます、アシュリーです。5月19日木曜日、世界で今起きていること。このポッドキャストではニューヨークのニュースルームから世界に向けて今まさに発信されたニュースレターを声でお届けします。ロシア経済が減速した。第一四半期の報告では成長率の減速が予想以上に大きく、第二四半期のロシア経済は深く落ち込むことが予測されています。中国がテック企業の取締り緩和を示唆。アナリストは政策が大きく転換される可能性は低いと見ています。一方、インターネット大手企業のテンセントは新型コロナウイルスの感染拡大と当局による規制の影響で利益の急激な減少を報告しました。 EU はロシアの石油から離れるために最大3000億ユーロの投資を約束した。2030年までにロシア産の石油への依存を解消することを目指すリパワー EU 計画では、再生可能エネルギーへの移行を促進させることも目的としています。さまざまな国が協力して世界的な食料危機の解決に挑む。アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、アメリカ財務省などは数百億ドルを投じて支援する予定です。 IPEF、 インド太平洋経済枠組みが始動する。アメリカのバイデン大統領が考える経済圏構想は、近く予定されている日本と韓国への訪問でキックオフされることになります。中国は経済データを漏洩させた疑いで中央銀行の元幹部を調査している。これは中国当局の金融セクターに対する広範な汚職の取り締まりの一環です。今日のニュースの参照元は概要欄にまとめています。明日のニュースが気になる方はぜひ Spotify、Apple Podcast、Amazon Music でフォローしてください。Quartz Japan では世界の最先端を毎日2通ニュースレターでお送りしています。他にも世界で暮らす女性の喜びや悩みを伝える Portrait of Me がスタートしています。詳しくは概要欄に載せていますので、ぜひこちらも見てみてくださいね。アシュリーでした。Have a nice day!